12レースドリーム戦を勝ちました遠藤恵美選手にお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。自分の中では完璧な逃げでした？いや、ちょっと外したんで。あ、はい、そうだったんですね。スタートはいいのがいけたと思うんですけど、思ったより届いてないですね。思ったより届いてない、はい、はい。でこの1マークですね、はい、ちょっと外しちゃった。そうですね、はい、明日も全力で頑張ります。遠藤選手にお話を伺いました。明日も頑張ってください、はい、ありがとうございました。競艇フリーダムでは現在、競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も、競艇を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。